い、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ現在ヨッシーツアー、ヨッシーカップ、こちらリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在ヨッシーサーキットまで走り込んだ段階でリーグ55で9位というところにつけておりますので、なんとか、先週はですねリーグ56に所属していたので、そこに戻れるようにあと2コース頑張って走り込んでいきたいと思います。ということで今日は2コース目のチョコマウンテン X、 こちらを走り込んでいきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。ということでね、今日はまずですね、見てくださいよ皆さん、キャラのね、結構ここ環境厳しい方も多いと思うんですけども、幸いですね、3枚持ってるんですけども、トッテンですね、トッテン僕レベル1で持っていたんですけども、ちょっとね、ちょっとした魔法の力で、レベル3まで強化させてもらいました。どういった魔法かはね、皆さんのご想像にお任せしますけども、取ってんね、ポイント800、これポイント解放しようかな。はい、ポイント解放しました。ただちょっとポイントアップはしないので、まあそのうち取ってん使ってるうちにポイント上がっていくよというパターンに留めておきたいと思います。じゃあ取ってん使いましょう。さあマシンなんですけども、マシーンはちょっと迷うところがありまして、このね2段階強化が進んでいるレベル5のゴールドトロッコと、1段階強化の、進んでいるレベル6のビートデイモン、ちょっと迷うところはあったんですが、まあミニターボプラス、本当はねやっぱりこちらのダッシュプレートプラスの方が効果って大きいと思っているんですけども、まあ今回はねこちらビートデイモンの方でね行こうかなというふうに思ってます。2段階目の強化も考えないことはありませんけども、とりあえずこのビートデイモン使っていきます。さあグライダーですね、グライダーに関してはこちら、はい、ゴールドバサバサ、これもね地道に強化してまいりました。スペシャルスキルもコインプラスで素晴らしい。2段階目の強化できるけど、これは今日はしないかな。さあそしてこのゴールドバサバサ、皆さんレベル6にしちゃいます。今回ここ3枚つぎ込みます。まあね、コインプラス系でもありますし、将来的に後悔することも少ないだろうということで、素晴らしい。これでコンボタイムプラス 25% ポイントブースト5倍、とても得意なコースまで増えて、おチョコマウンテン系がやっぱり得意、まあ、やっぱ洞窟系ですよね、ね、このバサバサ系のカイトに関してはね。ということで環境整いました。さあ皆さん、ちょっとキャラが追いついてない部分は若干ありますけども、レベル3、レベル6、レベル6の、今回はセットでチョコマウンテン X 走り込んでいきたいと思います。いきましょう。はい、1レース目いきましょう。少なくともエクストリーム系のコースなので、コンボはね出しやすいとは思ってるんですけども、あとはね自分の走り方、まあ、どういう風に鍛えていくかっていうところですね。よし、おー、いきなりか。あ、ジャンプアクションの方がした。ちょっと適当やってるといけないですけどもね。まあ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 。コインもすごく逃してる。オッケー。いいんじゃないでしょうか。よいしょ。後ろ。よいしょ。よいしょ。赤コーラ回避。オッケー。いい1周目でしたね。いきなり。いいよ。最高点出しちゃおうか。ここ2回出せるね。2回出してジャンプアクションに戻る。オッケー。肝はここ。オッケー。ちゃんと出せればオッケー。ここで2回左に出す。出せなかった。さあ、フィーバーがもう1回来てくれる。このコース思ったよりも長くないっすね。想像よりも長くない。右に。オッケー、いいね、フルコンボコースだ。いやー、フィーバーは1回にとどまりましたが、どうでしょうか。いいじゃん、1回目でフルコンボ25000点。オッケー、いい走りした。オッケー、素晴らしい。下見の記録を、8万点じゃないわ、くらい間違えるね、8300点ほど更新したと。いいじゃないですか。まあ、トッテン強化した、魔法の力でトッテンを強化した回もあったし、ゴールドバサバサを強化した回もあったっぽい感じですね。これちょっと1レース目この点数が基準となると今後の走り込み厳しそうですけども、いい点数出せてよかった。順位はどうでしょう。はい、順位も来たー。オッ
ケーオッケー、4位まで来た。2コース目の段階で4位まで来てれば見通しは明るい。この先の目標は2位の方、3位の方、2位の方をね、どれぐらい捉えることができるかになりますね。頑張ります。はい、2レース目いきましょう。結局1レース目でミニターボ出し等々に関してはもうほぼね、まあ、完璧というかほぼこれ以上ないやり方ができてしまったんで、ちょっとね今後これ以上どうやって点数を出していくかっていうのは考えないといけない部分でもあるんですけども、この辺のミニターボ出しですよね、課題はね。よいしょ、 OKOK。 あー、コイン逃した。うん、さっきも言いましたけど思ったよりもこのコース長くないですね。なんかイメージ的にはね結構チョコマウンテも長いかなって思ってたんですけど、よいしょ、そうでもなさそう。そしてやっぱりグライダーレベル6の効果は高そうですね。 OK、 頑張ります。お、ジャンプアクションできた。はい、3レース目いきましょう。まあ毎回言いますが、いい点数を出すためにはですね、少し環境のね、厳選も必要となってくるんですが、まあこのコースね、やっぱエクストリーム系なんで飛んだり跳ねたりしてるんでね、周りに、コインボックスキャラがいてくれるかどうかっていう要素ちょっと少なめですよね、他のコースと比べるとね。まあ、いてくれたからといってなかなか恩恵受けづらいところではありますが、このコインフィーバーはめちゃめちゃ大事にしたい。しれーっと喋ってましたけども、このコインフィーバーはめちゃめちゃ大事にしたい。 OK。 あとはどこでアイテムチケットを使うか。よーしよ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 し、やばいことになってきたよ皆さん。いいよ、全然いいよ。あとは雷回避。 OK、 よし、ここで使おう。悪くないんじゃない、ここのアイテム大事。やばい、途切れちゃった、やばい。ミニターボ出せてないのに出せた風で走ってしまった、クソ。さあ、こっからだ。もう一踏ん張り。よし、点数は出る。最高点は出る。もうこの時点で出る。大丈夫。大丈夫だけど。よーし、出た。オッケー。超えてきたぞ。いやー、点数出ましたね。およそ3000点プラスしてきましたが、いやー、ちょっとフルコンボ逃したのが非常に情けない。1回ミニターボ出せてると思ってスルーしてしまって、うーん、あそこもったいなかった。まあプラス500点ぐらいは見込めたかもしれません、フルコンボだったらね。うーん、ちょっと厳しいですけども、いやでもね、環境的にキャラがレベル3にとどまっている中でコインフィーバー2回のこの点数は非常にいいんじゃないでしょうか。3レース目で来ましたね。順位も上がるかな。やったー、3位まで上がってきた。いいぞ、今週は昇格圏内まで上がってきました。うーん、頑張って走り込みますけど、2位1位見えてくるかな、微妙かな。はい、4レース目いきましょう。コインフィーバー2回以上のレースって簡単にできるか、なんか嫌になってきたな。早めにいい点数が出すぎてちょっと嫌になってきましたけども、うわー、最後にコインフィーバー来たし、後ろでコイン巻いてくれてたけどどうだろうなー。いやー、フルコンボだけどきついね。はい、5レース目いきましょう。いやー、コインフィーバー1回ではなかなか、あ、もうね、最高点に近い点数は出ないということがよく分かりましたね、今の走りでね。おー、超えてきちゃった、危ない。よいしょ、 OK。 はい、6レース目いきましょう。コインフィーバーを出すためにはですね、もちろん1位スタートっていうのがすごくやっぱ良くて、今みたいにコイン本当は取られない方がね、いいに決まってるんですが、まあ、せっかく取ってんなんでね、ラッキーセブンフィーバーとかそういうものを狙うのであれば、ね、2位以下のでスタートも悪くないんですよね。ちょっとその辺を天秤にかけながら走らないといけません。はい、7レース目いきましょう。
こういう逆にね8位スタートみたいなてんやわんやレースでどういう点数が出るかっていうのも楽しみの一つではありますね。ただやっぱコインの取れる可能性が減りますね。はい、9レース目いきましょう。さあ久々のコインフィーバーなんですけども、ちょっとここまでのアクション数が足りてないですね。でもアイテムチケットは使おうかな一応ね。はい、これ使おう。ちょっとね途中でコンボ途切れちゃったんですよね。それが痛かったかな。よいしょ。あらららら、そういう問題じゃなくなっちゃった最後。はっはっは。はい、14レース目いきましょう。ここで初めてピンバッジ持ちのキャラがいなくなりましたね。ピンバッジいなくなっての8位スタート、どんどん抜いてっちゃうけども、ここで初めてラッキーセブンが狙える位置なんじゃないかと。出ない、コンボ途切れたし終わり。まあ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 、せっかくのね面白そうな環境ですから、ちょっとやり直してみましたけども、どうでしょうかね。はい、やり直します。よーし、早い段階でコインフィーバー来た。これすごい久々。あー、コイン逃してる。いやー、最高点まではいかないか。面白い環境だと思いましたけどもね。コンボ数もやっぱさすがコインフィーバーありなんでたくさん来てますが、いやー抜くほどじゃないか。いやー、でも一応今までで2番目の点数は出ました。惜しい。はい、では15レース目ですね。これで一応終わりにしたいなと思います。打って変わって1位スタートということで、しっかりねコインとかも逃さずやりながらですね、最後終わっていこうかなというふうに思います。フルコンボ目指そう、とりあえずね。ここのコインの取り方もね、これでいいかなっていうものはつかみつつあるんですけども、どうですかね。よし、退けた。今の大きいバナナよく食らわずに退けたな。これ微妙。あああれ本当、岩当たる時って何なんだろうなって未だに思ってるんですけど、個人的にはね。よし、フィーバーはたくさん来てる。いいよ。なぜ後ろのマリオに当たらない。当たったか。うーん、ここで8000点ではちょっと少なめなんですよね。まあ、洞窟の中で少なくとも1万点いってないといい点数は出ない。まあ、しょうがないかな。やっぱコインフィーバー2回はなかなか簡単。また当たる。危ない、ギリギリセーフ。あれ運だよね絶対、タイミング。すごいいいレースしてる時にあれ来たら発狂するわマジで。たまたまなかったけど、それは。よいしょ、オッケー。コンスタントにね、うん、22万点か24万点ぐらいは出せました。ただやっぱりね、2万7000点、
2万8000点近いですもんね。これはねやっぱりなかなか出ないです。ここまでの点数はやっぱり相当運をつかまないと出ないなという点数がね、早くも3レース目4レース目ぐらいでね出せちゃったので、まあ、後半はですねある意味気楽にやってたんですけども、まあ、15レースで、キリをつけさせていただきたいなというふうに思っております。どうですかね今日の点数、まあ、トッテンをね魔法の力でレベル3にできてその効果もあったかなというふうに思うんですけども、今日の走り動画の内容等ですね、よかったよって方はですねぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。まだねピーチサーキットを残した段階で3位というところになってますので、今週はねリーグ昇格目指して頑張っていこうかなと、モチベーションも上がってきましたので頑張りたいと思います。ではまた次回以降の動画でお会いしましょう。失礼します。